メインの方のトークショー続いてますが、こちらはこちらで時間が来ましたので、いいですか、始めていいという方、始めましょう。じゃあ日付司会進行は石田充です。よろしくお願いします。そして2回目のゲストは高橋光也投手と坂倉翔吾選手です。よろしくお願いします。お願いします。すごいですよ、あそこにボードがあるんですが、ここに2人が来るって知ってました？知らないですよね。どこにも言ってないんです。どこにも言ってないのに、すごいですね。みんな来ると信じたみたいですが、でも改めてちょっと自己紹介を含めてファンの方へ、高橋投手からおはようございますという挨拶をお願いします。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一声やりましょう。まず高橋投手、1年目が終わりました。どんなルーキーになりました？いや、まあそうですね、まあ、2軍の、まあ、後半戦から試合に出させてもらったんですけど、まあ、本当にすごい貴重な経験をさせていただいたので、すごい本当いいシーズンだなと思いました。特にこの1年、成長を自分で感じた部分、手応えってどんなところですか？まあ、まずそのプロの世界のレベルに、肌で感じることができて、まあ、それも本当に成長したなと思いました。そしてバッテリーも組んでいたという坂倉選手、1年目が終わりましたが、まあ、いろんな、ね、数字的なものも含めてどんな1年になりました？本当に、球団に、使っていただいたので、そこは本当に感謝をしたいですね。はい、先日あの NPB アワーズがありましたが、行ってましたよね？そうですね、はい、なんかいろいろ賞もらってましたけれど、いかがでした？本当に、たくさんの、賞をいただいて、感謝しかないです。そしてどうぞ、高橋選手から見て同期のキャッチャーですが、どんな存在です？そんなキャラとか、そうですね、結構プライベートではちゃらけてる感じがあるんですけど。どんな感じですか？まあ、ふえみたいな、そんな感じあるんですけど、まあ、プレーになったらやっぱ、そうですね、年上の感じぐらいの捉える理解があるキャッチャーです。なるほど。逆に坂倉選手から見て、高橋光也投手はどんなキャラのピッチャーですか？そうですね、マウンドでは人が変わるというか、まあ、すごい気持ちのこもったボールをしっかり投げ込んで来てくれると思うので、本当にここぞという時は信頼を持ってます。そのジャイアンツのファーム選手権では先発、そしてマスクということだったんですが、受けていて高橋投手のこのボールが何かこういいなっていう感じで受けてます？まあ全部いいんですけどね、やっぱり
坂倉選手というとその、ね、ファーム日本一を決める試合で打ちましたよね。皆さん、ね、相手はあれファーム選手権に多分出ちゃいけないくらいのランクの人だと思うんですけど、ね、FA で巨人に行ってた森久投手から打ちましたが、あれ狙ってたんですか、変わり花。でも初球は絶対振ろうと思って打席には入りました。まああれホームランを狙ってるんですか。いや、逆方向に打とうと思ってました。そのボールがスタンドまで届くと。そうですね、なんかバッタに引っかかりました。どうでしょう、高橋投手から見ていて、ベンチとかで見ていて、あ、すごいところで打ちましたよね。そうですね、まあでもなんか打席に入るときに結構雰囲気があったんで、やってくれるんじゃないかと思ってました。あ、それに期待に応えてくれる、本当に頼もしいなと思うんですが、あとはちょっともうちょっとプライベート面聞きたいんですが、どうでしょう、仲のいい選手とかここによく行くとかってあります。そうですね、まあ一つ上、二つ上ぐらいまでの選手は全員仲良くしてくださって、まあ、市内とか結構行ったりします。特に誰と出かけますか。まあ、左ピッチャーの先輩で、まあ、高橋幹也さんとか堀江さんとかと結構出かけたりします。ただそのサウスポーの先輩方って今回ファームがキャンプでちょっとね、ライバル関係になりましたよね。まあ、そうですね、はい、どうでした、その中で自分アピールできた感じですか。まあ、はい、もうちょっとできたかなとは思うんですけど、まあ、キャンプをしっかりと乗り越えられたので、そこは良かったかなと。ちょっと待ってくださいね、これね、ファン感謝での大事な数字が今これ出てまして、これ何かと言いますと、今日朝皆さんからもうね、6時ぐらいからなってる方も多いと思うんですよね。あの、もらってるですね、抽選番号が当たるといろいろね、楽しめるんですよっていうのがこのファン感謝デーになっておりますので、数字だけ皆さんチェックしました。大丈夫ですか。はい、行きましょう。そして坂倉選手、まあ、あのすごい活躍してるんで、もうファンの皆さん、このマツダスタジアムでマスクかぶる日、まあもう一軍デビューしてますけど楽しみにしてると思うんですが、ただちょっと今日の新聞見ますと、来年入ってきそうなキャッチャーがですね、話題になったと思いますが、正直あのドラフトの時に中村選手、カープが指名権取った時どんな気持ちだったんですか。あ、黒だでも本当にまあいい、まあ、ライバルにもなるでしょうし、いい仲間というか、まあ頼もしい人になるかもしれませんよね。そうですね、あの本当にチームメイトになるんで、まあ、チーム内の競争は、あって当たり前だと思うんで、まあ、本当にいい意味でいい関係になれればいいかなと思います。ファンの方も、ね、どっちもスタメンで見たいみたいな、そんな思いが多分ね、もう今から高まってると思うんですけれども、でも本当に来季はこのマツダスタジアムでたくさんお二人とも活躍するチームを見たいと思います。ではちょっとあっちにもいますが、ちょっと質問あるという方、はい、じゃあもう目の前のカープ王のメガネの男の子、憧れている選手誰でしょう。高橋光平投手、憧れている投手はなんかジョンソン投手。どんなところに憧れますか。そうですね、まあ去年のやっぱシーズンで、まあ、サンラッシュを取ったっていうこともあって、本当に左投手として学ぶべきところが本当多い投手だなと思います。特にここまでしたいなってあります、ジョンソン投手の。そうですね、まあでも試合を見ててやっぱ安心できるっていうか、その安定感があるというか、そういうもう見ている人に安心感を与えられるような、信頼されるようなピッチャーになりたいと思います。そして坂倉選手、そうですね、憧れではないですけど、目標としているのは、まあ、石原さんであったり、相川選手は、チームの中でも、本当に目標としている、人たちなので、そのお二方です。はい、ただ相川選手も今回ベストナイン取りましたし、高い壁にもなってますよね。そこにどう挑んでいくかという、
これからのプロ人生まだまだ続きますけれども、そうですね、まあ、本当に、アレグル、ああいう選手に、なっていきたいと思います。はい、はい、では続いて、じゃあその坂倉選手ラブな女の子、オフの日何してますか坂倉選手？寝てます。どれくらい寝てます？朝から晩まで寝てます。それで部屋の中ででもなんかテレビ見たりとか音楽聴いたりってありますか？そうですね、面白いのがやってればテレビ見ますけど、それ以外は音楽流してますね。特に好きな芸能人とか？特にないですけど。なことないと思いますよ。お笑い芸人とか女優さんとか好き？